沖ノ島とは、三河湾にある三河湾国定公園内の島。対岸から約1 5キロメートル離れた無人島であり、面積は約8ヘクタール。愛知県西尾市に属する。別名、猿が、島、弁天島。島内は C、タブノキ、モチノキが生い茂る、商用樹林の森林となっている。島の中央部に神社があり、前頭が境内である。 前島歴史も参照沖の島はその植生から古くから植物研究目的での来島者がいた。1950年代には前島と共に観光開発が図られ島を巡回する遊覧船が就航している。前島が名古屋鉄道の手によりうさぎなどを放し飼いにしたうさぎ島として開発されたのに対し、 沖ノ島は日本モンキーセンターの支所として、衝動島で捕獲した野生の日本猿36頭が学術研究用に放たれ、猿が島と呼ばれるようになった。両島は公益財団法人日本モンキーセンターが運営する三河湾海上動物園となり、沖島社の拝殿に隣接して日本猿展示館が建設された。東はずこう、前島、沖ノ島。 西の浦交換の定期船も1958年9月から就航した。その後日本猿の数は90頭にまで増えた。経営悪化により1997年11月30日に三河湾海上動物園は閉園。放し飼いにされていた日本猿は日本モンキーパークに引き取られている。閉園時に定期船も廃止され、現在は潮干狩りシーズン中に漁協による船が 就航するのみである。この他近景、島リスなども話し飼いされていた。西尾市編纂委員会、はず調子本文編纂近代、現代西尾市、2013年、312ページ。AB 西尾市編纂委員会、はず調子本文編纂近代、現代西尾市、2013年、316ページ。西尾市編纂委員会、はず調子本文編纂近代、 現代西尾市、2013年、313ページ。西尾市市編纂委員会、はず調子本文編纂近代、現代西尾市、2013年、316から317ページ。西尾市編纂委員会、はず調子本文編纂近代、現代西尾市、2013年、318ページ。名古屋鉄道広報宣伝部、名鉄 名鉄120年市編纂委員会事務局、名鉄120年、近20年の歩み名古屋鉄道、2014年、184ページ。西尾市編纂委員会、はず調子本文編纂近代、現代西尾市、2013年、401ページ。ありがとうございます。